Hello, everybody. This is Speedscout 100, and welcome back to some more Blaze Blue Central Fiction. In the previous episode, we had taken care of the gag ending that was in episode 9. And in this episode, we are going to get back on the main story. So if you like what you see, leave a like down below, comment if you have anything to say, subscribe to me if you haven't already, click that bell so you're notified of everything that I do when I do it, and share with your friends so they can join in on this adventure. Now then, we're going to be seeing Falconine here. So let us start off episode 10, The Requiem. ここは、わだつみに戻ってきたのか。ずいぶん遅かったのね。待ちくたびれたわよ、ラグナ。ウサギ？何やってんだ、こんなとこで。のんきなものね。あなた、自分の置かれた状況を理解できているのかしら？そのセリフ、そっくりそのまま返してやるよ。どれだけ弱ってるのか知らねえが、お前はもう引っ込んでろ。あとは俺に任せてな。小僧、貴様、レイチェル様に対し何という無礼な口の聞き方だ。いいのよ、バルケンハイン、下がりなさい。しかし、いえ、失礼いたしました。それにしてもずいぶんと無茶な手を考えたものね、ラグナ。いくらブレイブルーでも、すべての資格者の夢を余さず食らうのは不可能よ。んなことやってみなくちゃわからねえだろうが。らしくねえな。イザナミに負けを認めるつもりか。まさか、あなた今まで私の何を見ていたの。私は負けを認めることが何より嫌いなのよ。じゃあ何のための否定だよ。あなた一人では無理よと言っているの。じゃあどうしろって言うんだよ。今のお前に力を借りるわけにもいかねえだろ。そうね、悔しいけれど、私が手助けをしてあげられるのは今となっては本当に些細なことばかり。だからこそあなたはもっと周囲に目を向けるべきよ。何もかも自分一人で背負って、自分一人でどうにかできると思わないで。悪いが、俺はこれ以上余計に誰かを巻き込むつもりはねえ。これは俺の問題だ。俺がどうにかしなくちゃならないことだ。あなたの愚かさときたら本当に呆れ果てるわね。あなた一人にできることなんてたかが知れていてよ。それでもやらないわけにはいかねえんだよ。話はここまでだ。せいぜい力使い果たしちまわねえように、どっか安全なところで休んでろよ。力ずくで引き止めましょうか。いいわ、愚か者にはどれだけ言葉を尽くしても無駄よ。ずっと昔から彼はああなんだもの。自らの体を傷つけないと何も学べないのよ。あがいてあがいて、それからでないとね。その時のためにこちらはこちらで準備をしておくまでよ、バルケンハイン。はい、かしこまりました、レイチェル様。あそこにいたか。相変わらず目立つおっさんだな。おいてめえ、ちょっといいか。お主はラグナザ・ブラッドエッジ。一度は共闘した仲とはいえ、今は別。拙者、人を探しているでござる。下級の用事でないのであればご遠慮願えぬか。その様子だとおっさんも記憶はしっかり戻ってるみてえだな。人探し、探してるのはノエル・バーミリオンか。お主、何故それを。
まさかお主もノエル殿を探しているのではあるまいな。ああ、探してるね。でもそれはてめえらとは違う目的でだ。俺は夢を叶えたいなって思ってねえからな。そもそも俺は資格者ですらないわけだし。確かにお主は資格者ではない様子。では何故？それを答えるつもりはねえ。ついでに悪いがてめえにノエルを見つけさせるつもりもねえ。むむ、何が何やら事情がわからぬが、どうやら穏便な話し合いでこの場を収めるつもりはないようでござるな。イカルガ内戦のない世界、我が故郷が戦火に焼からぬ世界。確かに拙者はそれを願ってやまない。だがそのために誰かを犠牲にしても構わぬとそう口にすれば、拙者はイカルガの民を切り捨てた統制機構と同じ愚を歩むこととなろう。己が利のためにノエル殿を利用しようというのであれば容赦はせぬ。覚悟召されい。Glad to see that even through nice art. I'm glad to see that even through all of that, he still sticks to his personal beliefs. I don't want to jump, I just want to walk, game. Don't know how I did it, but I did it, and it looked cool, so that's all that matters.てめえ、ノエルを守るつもりなのか。あいつがいると夢は叶わない。それでもいいのか。無論でござる。拙者は誇り高きイカルガの忍び。イカルガの名を汚し、我が主君の覚悟と御心を汚すことは断じて許されぬ。たとえ我が悲願が叶わぬとしても、我が夢、はて、拙者は今何を言おうとしたのでござろうか。確かに何か強く願っていたことがあったような。さあな、俺が知るかよ。用は済んだ。じゃあな。待たれ。お主、一体拙者に何用でござった。言ったろ、用ならもう済んだ。ああ、それとノエルに会ったら教えてくれ。安心しろよ、命を狙ってるわけじゃない。ノエルに頼まれてんだ、見つけてくれってな。にわかには信じがたい言葉だが、そういうことならば承知した。じゃあな、せいぜい資格者どもには気をつけろよ。これでおっさんの夢も食った。資格者はあと少しだが、食えば食うほど右腕が重くなってきやがる。あんまり時間はかけられねえな。急いで次の資格者を探さねえと。死神、私の邪魔をするつもりか。ああそうだ、てめえに夢を叶えさせるわけにはいかねえ。ついでにそのためにノエルを殺させるわけにもいかねえんだ。夢か。三角帽子の魔女といい、イザナミといい、どいつもこいつもそればっかりだ。夢が一体何だと言うんだ。それが叶ったら何もかもがチャラになるのか。何？私には確かめなければならないことがある。
立ちはだかるというのなら容赦はしない。痛い目を見たくなければそこをどけ。悪いが俺にもやらなくちゃならないことがある。ここをどくわけにはいかねえな。てめえが資格者である以上、そこに抱えてる夢は食わせてもらうぜ。 Alright, I guess they're not beating around the bush anymore. The wheel of fate is turning. But it's fine. We get to hear everybody's themes, which is... Okay, okay, Ragnar. Yeah, 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 yeah. Ow. Alright. I don't have much to say. There wasn't really much... Actually, to be fair, I did look away from the screen for a second, so I don't know exactly what was said between Ragnar and Bullet, but... You don't. No, you don't. Don't even start with that.私の負けだ。悔しいが、要求があるのなら言え。俺の欲しいものはもうもらった。何？お前バカにしているのか。そんなつもりはねえよ。試しに、そうだな、てめえの夢ってやつを教えてくれ。私の夢だと？確かさっきまでは何かあったはずなのに。やっぱりてめえからはもうもらってるみたいだ。じゃあな。待て、死神、貴様私に何をした？食ったんだよ。返してはやれねえ。てめえの夢は俺が可能性に変えてやる。だから。 Oh, for fuck's sake. なんだこれは。なんだこの嫌な感じは。 It's another intervention. Who is it? Who is it? Who is it? Is it Nine? なんだって。 Or is it Amane again? No, it's Nine. It's absolutely Nine. さやか。いや、ここがエンブリオなら、まさかノエル。くそ。どういうつもりだ。何がして。バイ。What? な、ここ急にどうしたの。また気づかれたの。お前は傷だと。Oh, son of a bitch. Joy no nation. Coco dog there. We were here like 20 episodes ago. Come on. Doko te, Kakazok no Murayo, Isunikita Bakari Janai. Masaka, Kyokuni Ijoga. Kakazok no Muradato. Kso, Sonna Togoro ni Modosarichi Watanaka.これもサヤの言ってた通り、マスターユニットの意思なのか。ダメだ、早く行かねえと。自傷干渉の影響を受ける前に片付けねえと。自傷干渉？記憶のことならもう心配ねえよ。邪魔したな。え、ちょっと。ダメよ、待って。なんだよ、記憶のことならもう大丈夫だって言ったろ。それでも急に動くなんてダメよ。大体あなたまだフラフラなのよ。医者として私には止める義務があるわ。ああ、そっか、そうだったな。あんたこの青の魔導書が狙いなんだっけか。こいつを餌におびき寄せるんだろ。荒くねだったか。
どうして彼を。なあ、一つ聞いてもいいか。ここじゃイカルガの英雄は誰だ。イカルガの英雄、統制機構のジン・キサラギ少佐よ。なぜ。 OK。 なるほどな。可能性ってやつは現在進行形でどんどん閉じてるってことかよ。あんた資格者だよな。あんたの夢は何だ。資格者。あ、何。頭の中に何かが。夢。そう、私の夢はロイを元に戻し、あの頃のあの大切な時間を取り戻すこと。やっぱりな。だけど悪いな、その夢叶えさせるわけにはいかねえんだ。え、だから食らわせてもらうぞ、あんたの可能性も。All rightI mean, I guess to, excuse me, I guess to be fair, there are a lot of qualified, so they can't beat around the bush too much. You have a pretty strong barrier there, Lychee. A very annoying barrier. Get your staff back. Get your staff. Nope. Stop that. Sorry, Lychee.どうして私の中から何かが消えていく。あんたには随分世話になったが悪いな。その代わり必ず俺が型をつけてやる。なんだこの感覚。まさか。くそ、暴れるな。静まりやがれ。なんとか収まったか。くそが、黒き獣なんかになってたまるかよ。とは言ったものの、残り時間もマジで少なそうだな。おとなしく寝てろ。俺は先に行かせてもらうぜ。けっ、ちくしょう、またかよ。ちくしょう、ますます右腕が重くなってきやがった。この感覚は間違いなく鞘にやられたあの時と同じだが、あの時は俺の中にある因子をいじられたような感じだった。だったら今回のは何なんだ。ソウルイーターで他人の夢を食らうたびに重さが増してやがる。自分自身を可能性にする。だけど分かってるんだろうね、そいつはモロ刃の剣だ。失敗したその時はお前さんはお前さんではいられなくなるよ。俺は俺でいられなくなるか。けっ、上等だ。ここまで来て止まれるかよ。青だ。青の匂いがるぞ。はい、レクネ。おっと、ようやくお出ましか。貴様、青はどうしようっているんだ。
それをこせ、我によこせ。てめえの望みは分かりやすいな。だがその夢やっぱり却下。ほらかかってこいよ。この右腕が欲しいんだろ。バカ野郎が。All right. Now that we're finally getting to the fighting portion, we get to see some of the really good art that they made for these battles, and it's very impressive. What the hell is your ow? What the hell is your grab ow? No.No, you stop that. All right, whatever. Also, I don't really have much to say right now because I'm pretty much as much in the dark.About the situation as Rodney is right now. I don't have any theories, so. Oh god. Just hit the damn thing. Fuck. Keep fucking around too much. I'm gonna wind up losing these fights. Tag, 手間取らせるんじゃねえよ。さてと。あんた、目が覚めたのか。お願い、狩りを見逃してほしいの。この人はもともと理由があって、今はこんな姿だけど、もともと人間で。悪いが、見逃すことはできねえな。そいつが夢を持ってる限り、この世界は変わらねえ。だから、悪いな。そこをどいてくれ。嘘だ、またかよ。これはまさか本当に自傷感傷だというの。なんでだ、俺の何が気に食わない。お前が本当にノエルなら、なんで俺の邪魔をする。俺が資格者じゃないからか。ここを見てるんだろ。だったら答え上がれ。俺は絶対に諦めねえぞ。何度やり直すことになろうが、誰一人として絶対に夢は叶えさせねえ。覚えておけ、俺は必ずお前をこの悪夢みたいな世界から救ってやる。まったく、本当に諦めの悪い男。 Well, that's kind of his personality. Where did we get sent back to this time? 今度はイカルガか。くそ、またかよ。もう一度だ。そんなに否定したきゃ、好きなだけすればいい。何度でも立ち上がってやるよ。くそ、また腕が。そのくらいにしておくのね、おバカさん。な、てめえウサギ、なんでここにいやがれ。自傷感傷を分析して、あなたが出現する確率の高い場所を割り出してもらったのよ。なんだと、そんなことできんのか。誰が。私以外にいると思うか。 Oh god damn it, Kokonoi。 にしても場所がここでよかったぜ。テイガーが真っ先に埋めた座標固定装置が早速役に立ったな。ここの絵、カグラ。よっ、調子はどうだバカ野郎。なんだよ、揃いも揃って人のことをバカバカって。正当な評価よ。それよりラグナ。ああ、少しは身に染みたのではなくて。あなた一人にはできることもあるけれど、どうにもできないこともある。今のように。くっ、意地を張るのはもうおやめなさい。何度も立ち上がろうという泥臭い根性論は結構だけれど、それでは目的をなす前に
その体が食われてしまうわよ。改めて、今度はあなたのようなおバカさんにも分かりやすいように具体的に言ってあげるわ。ラグナ、あなた、ここにいる彼らと組みなさい。何を言い出すかと思えば、まさかとは思うが、知らないわけじゃねえだろうな。こいつらは俺をとっ捕まえようとしてるんだぞ。そんな連中と何を協力しろって言うんだよ。おいおい、そんなボロボロになってまで生きがってんじゃねえや。話はだいたい吸血鬼のお姫様から聞いたぜ。何？てめえは本当にバカだな。誰かの夢で世界を固定化するんじゃなく、その記憶全部を自分に集めることで世界にいくつもの可能性を与える、人の生命力を食らうソウルイーター。そいつにそんな使い方があったとな。驚いたが、何より驚いたのは、あのお前がそんなことを一人で始めてたってことだ。このカッコつけが。うるせえ、てめえにそんなこと言われる筋合いはねえよ。相変わらず生意気なやつだ。だけどな、お前のその考え方、正直言って面白え。何よりそれなら、ノエルちゃんを何かの犠牲にしなくてもいい。まだノエルが何の犠牲にもならずに済むなどと決まったわけではないぞ。そうだけどよ、少なくとも俺はこいつの無謀な賭けに乗りたい気分だな。うん。何言ってんだてめえら。まだわからんのか。お前のやろうとしていることはレイチェル・アルカードから聞いた。力を貸してやると言っている。あの厄介な自傷干渉については私もどうにかしたいところだしな。マジかよ。私が味方では不服か。不服っていうか、いまいち信用なんねえな。That's fair. それについては俺も同意見だな。信用してくれと頼んだ覚えはない。それで、あなたはどうするの、ラグナ？ Come on, Ragna. Let's not go through this song and dance over and over. 自分一人でどうにかできる状況じゃねえってことぐらいは分かってる。頼む。手を貸してくれ。俺は世界を守りたい。上等。ついてこい。一旦戻るぞ。 Finally! Holy shit! That took a long time to find to get under wraps. Ragna も来たんだ。レイチェルさんも。Alrighty. I think this is a good place to end off. Whether it is or not, we'll have to see next time. But this is good. This is good. Finally, the wheels are starting to turn. As I just said, we're going to end things off here. In the next episode, I guess they come up with a plan to expand on Ragna's way of thinking. Thank you guys for watching, and I will see you guys later.